変形 Y 字、変形水着の Y 字型、ね、なんかいやすごいなと思って結構攻めました。なんかもう攻めたらとことん攻めようかなと。いや、そういう系ではなく、あの健康美で、うん、あの売っていきたいんで、うん、健康を売りながら攻めていけたらっていう、うん、4枚目の時にチャレンジしたんですけど、それが結構みんなからすごい好評で、なんでもう今回は5作品目なんで、あの前回はすごい本当にセクシーを攻めた感じだったんですけど、うん、今回はもう自分のブランディングとして、はいはい、もう健康美のセクシーを売ってって、その中にも素の私がいるイメージで撮らせていただきました。あ、そうです ね、はい、もうがっつり見えます。がっつり見えて、はい、本当に殻破った感じです。きっかけはもうやるなら大胆に行こうっていう、うん、あのまあ事務所の推しもあり、でもその推しがあったおかげで、うん、結構たくさんの方に私のこと知っていただけたんで、うん、すごい良かった機会に なりました。ボディーボード始めようとしたきっかけは、ずっと水泳をやってたんですよ、東京なんだ、水泳のオリンピック強化指定選手だったんですよ、でまあ、ちょっとやっぱりそこでも壁を感じて、オリンピック選手と、うん、あの強化指定選手だけど、池江璃花子さんも同じ、うんうん、あの世代ではないですけど、うん、やっぱ同じ業界だったんで、うん、やっぱり全然違うなって、チームが一緒でした。チームというかクラブチーム、すごかったです。本当に上手でした。上手っていうかもうレベルが違いすぎて、うん、やっぱ0.0コンマ何秒の世界なので、うん、その差でもすごい壁を感じて、うん、いやオリンピック選手無理かなって思って、まあ、ずっとスポーツしかしてこなかった人間なんで、うん、なんかやっぱ体を動かしたいっていうのをお父さんの方に相談したんで、うん、はい、でお父さんがサーフショップを経営してるんで、はい、なんかまあボディーボードってすごい簡単に言っちゃえば、大きくなったビート板の上に、ね、うん、あの、ね、払い場になって乗るスポーツなんで、それがいいんじゃないかなって最初お勧めされて始めたんですね。すごいボディーボードにハマってしまって、うん、でそこから始めるようになりました。本当にプロ取れたのってすごい最短だったんで、うん、そこはすごい努力はしました。やっぱあの水泳で努力できなかった分、ここで絶対努力したいって思って、うん、努力が苦手だったんですよ、うんうん、でもそのコツをつかめてよかったなって思います。すごいですね、努力のコツって何なんですか。楽しむことじゃないですか。あ、なるほど、はい、やっぱ楽しくないとできないし、うん、続けられないんで。あ、今年の成績は今ルーキーオブザイヤーを取れる状態にいます。JBBA の新人賞っていう、そうですよね、簡単に言えば、うん、やっぱり日本のボディーボードってすごいレベルが高いですよ。日本人で2人世界チャンピオンになってて、うん、でその中でも戦わないといけないんで、うん、すごい大変なんですけど、うん、逆を言えば、うん、世界チャンピオンに勝ったら世界でも戦えるっていうことなんで、でまだ勝ててないんですけど。ピークですか。あ、でも意外とやっぱり、うん、波に勝てば、うん、波のパワーに勝てば、うん、なんとか、いや技術が上手かったりとかしたら、うん、全然やっていけるんです。いや本当にサーフィンとかもう波乗りスポーツっていうのは老若男女、うん、あのできるスポーツだと思うんで、そうですね、やっぱりボディーボード業界を盛り上げるのには、うん、私が頑張らないといけないっていう気持ちもあって、うん、やっぱ上手くないとそれは盛り上がらないと思うんで、そこも頑張ろうかなと思ってます、うん、あー、そうですね、いやでも結構すごい水着でやってるねみたいな感じでは言われるんですけど、うん、いやでもそれが私の仕事だし、うん、ボディーボードの仕事だからっていう
答え方をしてますね。さすがにあの格好でボディーボードは。しないです、しないです。めっちゃずれちゃいます。ずれちゃいますね。はい。あれ、あれでなんか撮影イベントとかやってる方いるんですけども、ええ、すごいなって思います。見えちゃう。見えちゃうっていうか、なんか浮いてきちゃう。Y 字なんで、こうしゃがんだ時にここが浮くじゃないですか。うん、それがすごいなって。DJ の練習を始めたきっかけは、なんか事務所の、なんだろう、声をかけていただいたんですよ。はいはい、で、私自体も DJ っていうより音楽に興味があって、うんうん、で、もうその声かけていただいた時に、すごいやりたいって思ったんですけど、パソコンだ、それこそパソコンだったりとか、USB で、なんか音楽の、キレを読み込んで、うん、そこで何繋いだりとかっていうのをやらせていただいて、AVEX の先生がいて、うん、その方に教えていただいてます。担当流だから大変ですね。そうですね。いやでも全部こなせたら本当にかっこいいなって思うんで。でも担当流って書くからには全部全力で、ね、はい、なんか結果を残さないといけないですね。そう、なんかいけそうじゃないですか。行きます、ね、はい、何でも行けます。いやいや、そういう意味じゃないですよ。いや、何でもない、ね、違うです。白瀬カイラです。5枚目の DVD が9月28日に発売となります。カイラボディ日焼け跡の誘惑、ぜひ見てください。